平野紫仕様、エルジャパン特別版でファッション会に進出。特集でのインタビューが注目、国際的な展望も明らかに、日本のファッション会に風穴を開ける出来事が、女性ファッション誌、エルジャパン、エルジャポン、ハースト夫人が放射、から発表されました。平野紫仕様さんが11月号特別版の表紙を飾り、その予約殺到ぶりが話題を読んでいます。 これは、平野さんにとって初めての経験であり、多くのファッション愛好者にとっても、待望の瞬間と言えるでしょう。この特別版が、彼のファッションセンスや将来の展望について、そして彼が掲げる新たな目標について詳しく取り上げられています。エルジャポンの特別版、予約が殺到。9月28日、エルジャポンの11月号特別版がついに発売されました。 この特別版が注目される理由は、その表紙に平野紫耀さんが初登場したことにあります。彼の存在感やファッションセンスに魅了された多くの読者が、この特別版の予約に殺到しました。実際、発売前にはすでに重版の決定が下され、多くの人々が平野さんの魅力に引き込まれたことが伺えます。 特別版の紙面では、平野紫洋さんのファッションに焦点が当てられており、9ページにわたってその魅力が堪能できます。特に注目すべきは、彼が憧れのブランド、と語るルイ・ヴィトンの最新コレクションを着こなしている写真です。そのスタイリッシュで洗練されたルックスは、彼がファッション界で新たな存在として注目される理由の一つでしょう。 インタビューでの素顔、海外での活動への意欲。特別班のインタビューでは、平野紫耀さんが自身の現在の活動と将来の展望について率直に語っています。その中で特に注目すべきは、海外での活動に対する彼の意欲です。平野さんは日本国内でのコンサート経験は豊富ですが、海外での活動にも挑戦したいと語りました。 会場で飛ぶようなコンサートはまだ日本でしかやったことがないので海外でトライしてみたい。日本のエンターテインメントの良さをちょっとずつでも広げていきたいです。と彼は述べました。この言葉からは彼のアーキスチックな野心と国際的な視野が伺えます。日本のエンターテインメント文化を世界に発信し、 その魅力を広めることに情熱を燃やす平野紫耀さんは今後ますます注目される存在となることでしょう。デジタルメディアでのプレゼンス。特別版の発売に合わせてファッションファンは平野紫耀さんのファッションセンスを堪能できるスペシャル動画や紙面とは異なるアナザーインタビュー、撮影の舞台裏写真も楽しむことができます。 これらのコンテンツはデジタルメディア、L デジタルと L ジャポンの公式 SNS で公開され、ファッション愛好者と平野志耀さんのファンにとっては待ち遠しい瞬間となるでしょう。特に舞台裏写真はファッションシューティングの裏側を除ける貴重な機械であり、ファッション業界に興味を持つ人々にとってはインスピレーションの源となることでしょう。通常版との違い。 特別班に登場する平野市洋さんの特集は通常版よりも増ページで掲載されています。これにより彼のファッションセンスやインタビュー内容により多くのスペースが割かれ、読者はより詳細に彼の魅力を知ることができます。 通常版の表紙には俳優の広瀬すずさんが登場しており、エルジャポンの読者は特別版と通常版の両方を楽しむことができるでしょう。結論、平野仕様のファッション界への新たな始めふ。平野仕様さんがエルジャパンへの特別版に登場し、そのファッションセンスや将来の展望を語ったことは、日本のファッション界にとって注目すべき出来事です。 彼の存在は国内外のファッション愛好者やエンターテインメント業界に新たな風をもたらすことでしょう。彼のファッションへの情熱と国際的な展望は今後の彼のキャリアがますます輝かしいものになることを予感させます。エルジャポンの特別版はその魅力を余すことなく伝える媒体となりファッションファンにとっては必見の一冊となるでしょう。